こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回ご紹介するのはここにかけてますけれども、このパンツは東洋エンタープライズのミリタリーブランドであるバズリクソンズから、このヴィンテージチノ、こちらを今回は紹介していきたいというふうに思っています。このバズリクソンズのものづくりというのは、実際にアメリカ軍が使用していたシャツやジャケットやパンツというものがあるわけですけれども、それを研究に研究を重ねて、こういったヴィンテージチノを作ってくるわけですね。生地がどうなのか、縫製がどうなのか、ボタンはどういうボタンを使っているのか、それを全てを研究して、こういうふうに復刻させる、そういうふうなものづくりをするのがこのバズリクソンズになります。このヴィンテージチノパンツの紹介になるわけですけども、まずこのチノパンツっていうことに関してはね、簡単ですけど紹介したいと思ってるんですが、このチノパンツのチノっていうのは、いわゆるこういうふうな生地のことなんですね。チノクロスっていう生地を使ったパンツということで、チノパンツというふうに言われています。一番最初、語源というのは、イギリス陸軍から始まったんですね。イギリス陸軍が19世紀に、使っていた制服っていうのがあります。それは赤いジャケットに真っ白のパンツっていうのがイギリス軍の軍服だったわけですよね。1800年中期の頃なんですけども、そういうふうにね、赤と白っていうふうな、軍服だったんですが、白っていうのはやはり汚れが目立つっていうこと、そしてまた敵に見つかりやすいということで、その当時イギリス陸軍の士官がこの白いパンツをね、泥染めしなさいというふうに命令しました。泥染めしたということで、こういうふうなベージュカラーとかカーキ色の色に変化していった。それを今度はその軍が使用するパンツということで採用されたというのが一番の語源というふうに言われています。それからアメリカ軍が今度は採用するわけですね。このアメリカ軍が採用していたものが今回このタイプになりますけども、いわゆる1945年1945モデルがこのタイプになります。まずこのチノパンを紹介する前にこれ見てほしいんですが、ここにバズリクソンズのこういうふうなカタログがあります。バズリクソンズがこのヴィンテージチノを発表したときに、こういうふうに3つの形をこういうふうに発表しているんですね。で、バズリクソンズオリジナルのチノっていうのが一番上の方、これになるわけですけども、今回紹介するこのパンツっていうのは、この下の部分1942と1945と書かれています。この1945モデル、このタイプの紹介になります。このタイプのこの下の部分、キャメルという色合いですね。これを紹介していきたいというふうに思っています。まずこういうふうな色合いね、まずは色を見てほしいんですが、こう色鮮やかなキャメルという色合いですね。こういった色合いになっています。こんな感じのチノパンですね。チノパン、先ほど言ったチノクロスということですけども、このチノクロスっていうのは縦糸を横糸を折っていくんですけども、その時に強いテンションをかけて高密度で折られています。強く打ち込むことによって、張りと腰であるしっかりとした肉厚の生地に仕上がっているのがこのタイプになると思いますね。こういった生地になっています。こうすることによって、やはり耐久性のある、破れにくいパンツが仕上がっているかと思います。アメリカ軍が使用するということで、やはり耐久性、丈夫でなくてはならないということで、こういった張りのある、しっかりとした腰のある生地で仕上がっているということなんですね。新品の時、こうやって触ってみると、ゴワゴワと最初は硬いです。これはもちろん履いていくと馴染んできますけども、一番最初、新品の頃から履いていくとね、足をこういうふうに歩いていきますけども、シャリシャリと音がするぐらい、こういうふうに硬い感じはするんですよね。それを使っていけば使っていくほどに馴染んでくるのが、このチノパンツになります。形は至ってシンプルな形なんですけども、今の通常のチノパンに比べて幅が結構広いです。ドーンとこう広い感じ、そして膝から下がりテーパードかかっているパンツがよくありますけども、このタイプはまっすぐしたストレートバージョン、こういったね、幅の広いストレートバージョン、こういった形になっているんですね。バッグを見てみると、バッグ本当はシンプルなタイプです。こういうふうにポケットが両方ありますけども、こういうふうにベルトループがあって、形は至ってシンプル。やはりその当時1945年モデル、忠実に再現されたということで、本当に簡素化されたシンプルなタイプになっています。そしてこのボタンのところを見ていきましょう。こういうふうに見ていると、こういうふうに刻印がされているんですね。いわゆるこれはボタンフライになっています。ジッパーではなくてボタンフライになっている、こういった刻印になったタイプですね。これもその1945年、当時のままを復刻させているので、こういうふうにボタンフライになっているということなんですね。これなぜこういうふうにボタンフライなのか、ジッパーではないのかというのは、その当時1945年のこの生地、チノクロスの生地っていうのは、洗ったら縮むということがあったんですね。ジッパーだとそのジッパーが使えなくなる、縮んだらね、いうことで、デニムと一緒です。ジーンズのヴィンテージデニムと一緒で、ここは
ボタンフライになっているということなんですね。それでは実際に私がこれを試着をしてみてどんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思います。私身長168センチ、62キロの体型で30インチを履いてみて、どんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思います。そしてまたこのパンツの詳しいことはこの動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをクリックしてみてください。今回は東洋エンタープライズのミリタリーブランドであるバズリクソンズから1945年モデルのチノパンツ、こちらを今回は紹介をしていきました。